中川との分流地点旧江戸川との合流地点新中川は東京都葛飾区及び江戸川区を流れる一級河川。以前は中川放水路と呼ばれていた。全長 7.84km、福音 143.5m。東京都葛飾区高砂で中川より分かれ南の方向に流れる。中川と江戸川の間を平行するように流下し、 江戸川区江戸川で東から流れる旧江戸川に合流する。1938年7月に東京東部で起こった浸水戸数6万戸に及ぶ被害に対する反省から翌年4月中川改作改修を目的に東京府中川改修事務所が設置された。しかし戦争激化のため1945年4月には計画は一旦中止、事務所も廃止となる。 1947年9月、カスリーン台風によって東京東部が再度浸水したことにより、改めて中川改修が検討された。1949年11月、中川改修事務所は再開され、中川放水路の改作が本格化した。江戸川区などでは多くの家屋等の立ち退きを余儀なくされるなどの大工事の末、1963年3月に、 中川放水路は完成した。1965年3月、一級河川に指定され河川名を新中川に改称された。河川の延長の割に数多くの橋が架けられている。上流側より記載。ありがとうございます。